と中間にカールを足してあげて、短くても結ぶだけで編み物手法のデザインになります。皆さんこんにちは。仙台でヘアメイクをしておりますゆうきと申します。よろしくお願いいたします。今回はゴム4本で4回結ぶだけでできる編み下ろし風のアレンジをご紹介していきたいと思います。まずアレンジをする前に、アレンジをしやすくするためにオイルをつけていきます。中間から毛先に軽くなじませていきます。絹糸のストレートアイロンを使って毛先に外羽のカールをつけていきます。ざっくり毛束を取ってスライドさせて毛先を外羽にしていきます。ボブだと結んだ時に毛先が短くなるので、そこから巻くとちょっと巻きづらかったりするので、先に毛先だけベースで外羽を作っておくと、あと巻きを足すのに楽になります。今回はゴム4本で結ぶだけでできる編み下ろし風のアレンジを作っていきます。まずはトップの髪の毛を分け取っていきます。ざっくりと分けて大丈夫です。分け取るときにジグザグのスライスで取ってあげると分け目がつきづらくなるのでおすすめです。ジグザグに分けます。で、後ろに溶かしたら一度結びます。普通に結ぶだけで大丈夫です。結び終わったらトップの部分、毛束を引き出してちょっとほぐしていきます。次に顔周りともみあげの毛少し残して、あとは後ろにまとめて結んでいきます。先ほど結んだところの下にもう一個結んでいきます。はい、そしたら残りの襟足の髪と毛先を全部一緒にまとめていきます。ヒゲはちょっと残してあげるとニュアンスになっていいかと思います。あとは毛先をもう一度結んでいきます。はい、と遅れ毛を出すポイントなんですけど、顔周りともみあげ、あとは耳後ろもちょっとあるといいですね。あとは襟足、さっきの短いところ、ここ4点出してあげると抜け感が出ます。顔周り、もみあげ、耳後ろ、襟足、これで3つ丸い部分ができたと思うので、この間を引き出していきます。まず1つ目、この下のゴムの部分を片手で押さえておいて、と間の髪の毛を指でつまんで引き出していきます。じゃあ次も同じように、下の部分のゴムを押さえておいて、と間の髪の毛を同じようにほぐして引き出していきます。下の方短い毛が出やすいのでしっかり押さえてあげてください。こんな感じです。仕上がりはこんな感じです。顔周りとおくれ毛巻いていきます。太
ストレートアイロンもいろいろな巻き方ができるんですけど、顔周りはちょっと動きを出したいので縦に抜いてあげるとちょっとくるんとしたカールができます。もう一回やります。縦にくるん、結構動きの出るカールを作ることができます。もみあげとかは波ウェーブがいいかなと思うんですけど、こうカールをつけてちょっと冷やして伸ばして、外羽、毛先外羽に終わるような感じで巻いていきます。と山から作るのが難しい場合は、毛先を先に外羽にして、と中間にカールを足してあげても同じように波ウェーブが作れます。と襟足も短いんですけど、ストレートアイロンだとプレートが直接近づかないので短い部分も巻きやすいかと思います。くるんと中に巻いていきます。縦に巻いて、こんな感じです。と前髪なんですけど、ちょっとずつ分け取ってあげて、流したい方と反対に持ってきて流す感じですね。最初反対に持ってきて、手先は流したい方向に逃がしてあげると、こうカクってならずに丸く流せます。反対に持ってきて流したい方向に抜く、で自然な丸みが作れます。仕上がりはこんな感じです。短くても結ぶだけで編み物手法のデザインになります。